ゆです。りしです。はい、今ね携帯なし生活っていうのをやってるんですけど、はい、でその中で今目隠しかくれんぼっていうゲームをしてるんですよ。そうですね。そうで今ルナが鬼なんですけど、ちょっとルナが鬼って言うことなんかちょっと仕掛けたいなと。昔やりましたからね。そう、まあ、前回もやったんですけども、今回は天然な妹なら目隠しかくれんぼ中に焼肉に行ってても気づかない説で、前回ちょっとバレてしまったので、はい、今回はマジでバレないようにやっていきたいんですけど、ちょっと小腹が空いてるんですよ私。そうなんですね、うん、この家には食材があまりないということですね。はい、ウーバーイーツもできないので、はい、だからもう食べに行っちゃおうということで、はい、前に撮影の時に一回3人で行ったことのある歌舞伎町のあたりの焼肉屋さんがあって、はい、今からそちらに行きたいと思います。行きますね、うん、ということで早速やっていきましょう。いいとき言ってな。はい、散歩やからな。はい、もういいかい。まだだよ。でもう3分経ってるんですけど、強制的にあと30秒したら行くで。わかったよ。はい、もう行きます。探すけどさ、はい、ちょっとトイレ行かせて。いいよ。はい、次は焼き肉屋さんに行きたいと思います。おー、起きれない。静かに閉めてます。行きます。イン、踏みます。なんか喋ってもいいからね。トゥトゥトゥルトゥ、千の夜を越えて今あなたに会いに行こう。どこや。ここら辺が、怖い。立て壊すとこ。なんか喋ってくれてもいいんやけど。無理、マジで。どこにおるんや。アクションなんか言った。はい、今向かっております。なんかもうね、こういつもねタクシーに乗ったらね携帯をのうのういじるんですよ。いや、まず携帯だよね。うん、だけどもう探しても見当たらない。いや、マジでやばい。普通に iPad とか持ってくればよかった。ダメだろ、企画的にダメだろ。今はちょっと焼肉屋さんがね、思ってたよりちょっとだけ遠かったんですよ。はい、場所歌舞伎町。やばすぎる。そうなのよ。でもルナは多分気づかないと思うんだよね。私は、うん、遠隔で見れないから今回。そう、マジでね。いつもさモニタリングするじゃん、うん、反応見れるんだけどさ、あっちばっち何してるか分かんないさ。いや、そうね。しかもいなくなるとは思ってないじゃんルナも、うん、ちゃちゃっとお昼食べて帰ろっか。じゃあ、はい、ちょっと遠いんでおねんねしたいと思います。ということで焼肉屋さんに着きました。ミューのところだけ今雨降ってますね。なんだろう、気分のね、すごくないこう天気みたいになってる。すごいドヨンってしてる。ちょっと時間がねかかってしまって、はい、もう移動の距離だけで多分違和感には気づいてるんだよね。え、だってさ移動だけで30分ぐらいかかった。えぐくなかった。だってさ隠れるのにさ、探すのに制限時間5分だからね。いや、そうだよね。うん、でちょっと10分ぐらいいないいないってなったとしても残りの20分でもう気づくのよ。いや、そうなんだよ。そう、ちょっとすぐ来るものとか肉パパって頼んで、うん、もうすぐ食べよう。いつもだったら携帯見てやばい、ルナが今向かってきてるので、うん、ってなるけど、うん、何も知らない。そう、何も知りません。どこなあ、結構探した。制限時間5分やろ。やばい、寄ってしまった。真っ暗闇のとこにおるから吐きそう。マジでどこどこ。ちょっと疲れたけど、なんか声出すぐらいしてや。でな、一生ここ寝る羽目になるで。
みんなって今日二人に話しかけてるんですけど。どこ？ちょっとおらへんし、もう5分なにこれ、5分経ったけどさ、これ見つけるまで終われない系なの。一言ぐらい喋ってや。いや、そうなんです。店員さんイケメンなんですよ。若めのイケメン。ぜひ。ぜひ、こちら。特定双子さん。アンケみたいになっとる。よし、じゃあちょっとお肉待ちたいと思います。はい。見つけれないって。楽しい？そんなに無言で。なんか前もこんな風にほったらかしちゃったやん、もう。いやや。一旦目外す。目つぶるから。明るいの見ないと酔いが覚めない。うわ。貧血か？お肉食べなあかんやんけ。貧血ってほうれん草と。もう出てくる前しゃべらんからな。多分ね、みゆちゃんとぎしくんはねここにいない。絶対。ルナは気配感じやすいのよ、人の。あと匂いとそういうの感じるんだけど、この家にミュウちゃんとギシクの匂いはしない。絶対なんかしてる。またこれで言ってたらマジ切れたんねん。もう開けるで。いいねんな、ギシクの暴露も言うぞ。ミュウちゃんももう外します。ドゥン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 。ほーらほーら、絶対またやってる。はい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 、出ました出ました。靴がありません。これつーちゃんの靴、これルナ。はいはい、そういうことね。絶対ほらやってると思った。またなんかしてると思ったよ。もうしかもさ、携帯ないからさ連絡取れないじゃん。てかもう2人とも絶対どっか行って、どこ行ったんだろうじゃない。もうどっか行ってる。もうわかる、こんなルナバカじゃないよ。どこに行ったんよ。待って、いいこと思いついた。はい、ということでですね、ちょっと今から確認をしようと思って、あの携帯がないのでこのカメラで一回ね証拠を見ようと思ったらね、あったのよ証拠が。証拠がってか、もうずっと回ってるから、ちょっとここはね、あの2人ともねルナに負けだと思ってほしい。いた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 。ほらほらほら、どこに行ったんだこの続きは。どこの焼肉？何回か行ったことあるんだけど、3人なんかね、2個あるのよルナの中で。1個が事務所の社長さんとみんなでご飯行ったとこと、撮影終わりに行ったの。あと新宿のとこなんだけど、新宿まで行くかわざわざこんな。でもさ、これ行っちゃ嫌なんがさ、携帯ないやん。だから位置情報もわかんないし、これでルナが新宿に例えば行きますってなって行くじゃん。行くのはいいけどさ、携帯ないからさ、賭けなのよ正直。いやでもな、こんなん言っててもキリがないので行くしかない。とりあえずあのつーちゃんがここにいるので、ちょっと何かあった時に念のために怖いので、つーちゃん一緒に連れて行きます。じゃあ行ってきます。はい、ありがとうございます。いただきます。完食できました。こういうさ、美味しい焼肉屋さんって牛脂あるねんな。歌舞伎町で飲んだことある？ないの。ねえ、本当になんかそのイメージない。歌舞伎町がないのよ。歌舞伎町飲んだことないんだ。ない。でもかなりいいよそれ。世の男子はめちゃくちゃ嬉しいよ。もしデート付き合った時に歌舞伎町飲んだことないし。でも私信じてもらえないんだよ、歌舞伎町そうだから。見た目がマジで。でも結構ミユは、うん、あのいい女ランキング高い方だと思う。本当？うん。はい、ということで今向かってます。これでいなかったらね、もう結構ね悲しいけど、多分おると思う。意外とね遠いのよね。てかあのいつもやったらタクシードの時って基本歌聴かないと落ち着かないから、マジで暇、なんか時間が長く感じる。とりあえずあの行って、いなかったらその時に対策を考えていきたいと思います。じゃあね。一回アレルギー検査しようと思って、マジで。さすがにありえないぐらい背中に、あ
あの違うみたいな、そうめっちゃ出んのよ。けど別に酒飲んだからめっちゃ痒くなるとかないんだけど、しかもアレルギー検査するとなんか良くない？まあ確かに酒のアレルギーその場に行くなよなんでいるんだ、その場は好きなよ行きたいから行くんだけど、絶対この調味料美味しい、うまいもん、やばい。はい、ということで着きました。この間行ったとこがここなんだけど、とりあえずあの携帯がね電話できないから、今予約してますかとかも聞けないので、とりあえず行ってどっちから名前言って予約で入ってますかって聞いてみたいと思います。最後の調味のニュー、ちょうどいいランチだったな。うん、でも大丈夫かな、あいつ何してんだろう、どうする帰ってたらもう撮影終わったと思って、あいつワンチャンある、マジ、あんたたちが帰ったやろ、あーん、うちのんよー、声聞こえる、いるいるいる、声聞こえます、たまにあるんですけど、それがマジで歌舞伎町で仲良くいて、なるんかって一泊してる、おい、びっくりした、マジびっくりした、おったびっくりしたねえ、なんで分かったの、え、自分のカメラの素材消しすぎて、どこのカメラ持ってあ、撮ったやつだね、ねえ、ほんとにえ、それ確認したの、そうだよ、あ、そうなの、そうだよ、新宿まで遠すぎやし、携帯ないし、暇すぎて、あの仕事について一人で考えてた、違うもん、俺らも仕事について、あの企画会議してるみたいになってた、確認マジで、うん、あ、じゃあもう置いてきたんだ、全部、そうこれだけさあお金だけ、え、買った、何これ、うん、違う、普通のやつで、かわいい、そう、マジで反省してや、ごめんなさい、ね、え、お腹空いてる、うちらお腹いっぱいだってデザート、デザートなんでね、え、でもじゃおすすめでいい、牛タン、すいません、はい、いつものさっき来たばっかよし、言ってる間にさ、もう時間結構来るからね、そうだよ、結構前だよ、俺うんちしたって仕方ないよ今、そうなの、うん、肉食べなんじゃ、え、そういうことなの、うん、めっちゃうまい、うん、これ何だ、これ白いコーヒープリン、え、やっぱコーヒーだったんだ、ルナ、片手できた、やった、うんちしたい、なんか、なんか楽しんでて、言ってるんですよね携帯持たないでうんちするっていうのがもう緊張するわ、緊張しないわ、めっちゃ早く戻ってきそうだよね、うんちの印刷撮ってるわ、いらないよ、いる、いらないよ、うん、水出しが来たんです、おいしい、うん、ね、やばいよね、うん、なんかさ、誰かとご飯行きますみたいになった時さ、ご飯自分が予約するとするじゃん、結構困んない、困る、いや予約ね、むずいね、なんかどれぐらいのところがいいのか、うん、居酒屋みたいなところでいいのか、うん、ちょっと良さげなところをしなきゃいけないのか分かんなくて、なんかそれこそ同じ YouTuber のご飯予約しといてってなるじゃん、うん、好きなまでのとこ好きだよな、めっちゃ分かる、なんか自分と違うじゃん絶対、うんうん、そこがマジね、はい、ということでですね、はい、今回も見事にバレて、本当にバレる、うんね、なんかちょっと今度はうまくやる、もうやめてはい、ということでこのチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録、コメントお待ちしております、次回の動画も楽しみで、バイバイ、まだまだ携帯のやつ続きます、黒くてえ、ジュータン